あ、やっとつながった。よし、こんばんは。ちょっとツイッターやろうかな、共有して。あ、どうもこんばんは、つばめさん。本当に夜夜。ちょっと配信なんかネットつながりませんみたいな出て、すいませんね。はい、この時間にライブ珍しい。あ、結構ちょっとなんか見てくれてるっすね。どうも。おお、すげえすげえ、みんな起きてるんすね、この時間。どうもどうも、こんばんは、こんばんは。おーって言われてます。お久しぶりですね、皆さん。ちょっとライブで はい、ライブで 皆さんとお会いするのは。めっちゃ通知来た、ごめんなさい。こんばんは。 ちょっとあの すいません、ちょっと枠3つで配信しようとしたら、なんか、開始ボタンを押したら、なんか、なんていうかな、接続できませんみたいな感じが出ちゃったんで、何回も何回も、はい、枠出て、もう一回作り直してしまいました。すいません。はい。ちょっと久しぶりなんで、ちょっと皆さんの質問というかコメントに始め、答えで生きて思います。はい、お久しぶりですね。ちょっとライブ配信すること自体も本当に久しぶりなんで。ああ、りょうさんこんばんは。さっくんさんもこんばんはですね、こんな時間。ああ、ゆかこらさん沖縄なう。ああ、大悟さんもこんばんは。皆さん、明日仕事ですよね。月曜日やから明日。ああ、こんばんは。ちょっと100、こんな時間でも100人近く見ていただいてて、ああ、学校もそうですね。ありがたいですね。ああ、皆さんこんばんは。喉と調子悪いんですよ。はい。明日仕事とか、学校の方が多いと思いますけど。全然僕も30分、40分ぐらい配信して、今日は全然配信しないなと思ったんで、はい。ああ、おやすみ、さなえさん。課題に追われてる。あ、仕事なんか関係ない。のだめなめてくれ。明日って受験。わあ、受験か。寝る暇も惜しんで勉強してるとこですかね。ああ、肉食さん、長野から。ありがとうございます。いや、ブレイキングダウン出てないっすよ。誰と間違ってるんですか。ね、皆さんお疲れのところ配信いただいてありがとうございますね、本当に。あ、目白のちいこさんこんばんは。いや、ちょっとね、さっきコメントにあったんですけど、おとつい出した応援団さんとコラボさせていただいた動画は、次いつ出るんですかっていう、はい、さっきコメントいただきましたんで、今編集中、まあ、僕 まあ編集中なんで、あさってかぐらいには上がるかなっていうふうに思ってます。はい。ちょっと次回の動画は、次回予告にもありましたけど、トランペットとかね、はい、いろいろ、まあ、コロナがね、なんか第5類に、ちょっと移行されるってことで、ね、声出して応援とか、トランペットとか太鼓とか、復活を、まあ、される見込みっていうところで、はい、ちょっと皆さん
2019年以来のね、はい、生の演奏を、聞いていただければなっていうふうに思いますので、はい、皆さんちょっとそこは楽しみにしていてくださいね。はい、まあ、印象に残っている団員さんとか、もう皆さんね、本当にいい方で、もう本当にいきなりだったんですけど、よくしていただいてですね、本当にプロ野球ファンの方、まあ、ドラゴンズファンの方、まあ、はじめ、まあ、プロ野球ファンの方、まあ、オープン戦始まったらね、もしかしたらどんどん、ね、そういうトランペットとか太鼓とか応援とかね、まあ、出てくるかもしれないですけど、まあシーズン始まってからかもしれないですけど、公式戦ね。でもまあちょっとその前にちょっと滝野の YouTube で、ちょっと懐かしい、はい、もう一回2023年これから盛り上がるであろう応援を楽しんでいただければなというふうに思ってます。はいはい、そんなところで次の動画はぜひね、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、まあ今日、まあ、旗振りめちゃめちゃ大変だったですね。まあ、なんでライブしたかって言うと、はい、一つね、今日はライブただいつも喋ってるだけじゃないですか。ちょっとやりたいことあるんですよね。はい、ちょっといいっすか、今日僕がやりたいことは。あー、こんばんは。ちょっと紹介しますね。じゃ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 ん。はい、これどうっすか、これ見えます、皆さん。クソでかいでしょう。顔の横行ってもこのでかさ。はい、そうです、バンペイユでございます。はい、みどりさん、バンペイユっていう、まあ、九州の、はい、なんかグレープフルーツみたいな、まあ、果物らしいんですけど、はい、これをこれをですね、僕、まあちょっとご存知の方はおられるかもしれないですけど、土曜日、まあ土曜日とか日曜日に、小学生の、まあ、リトルリーグに、まあ、コーチで、まあ、行ってるんですけど、そこで、まあ、呉服系の、方がですね、九州出身ということで、昨日ね、このバンペイユを昨日練習ね、コーチで行ってたらいただいたんですよね、バンペイユ。僕も初めていただいたんで、どんな食べ物かっていうのね、ちょっとわからないですけど、で、まあ、見た目はなんか巨大グレープフルーツみたいな、ね、感じですよね。なんでこれをちょっと切り方わかんないんで、誰か教えてくれないですか。はい、こんな何倍あってもいいですから。なんでちょっと果物の切り方ちょっと教えてくれます、誰か。これどうやって切ったらいいんですか、これ。食べたいんですけど、どうやって切ったらいいかわからないんで、ちょっと、あ、こんばんは。ちょっと誰かこれ切り方教えてください。はい、どうやって切ったらいいかわかんないですよね。教えてくれたら手では無限っすね。ちょっといないっすか、誰か。僕これ食べたいんですよ、今から。打球をさばけても果物さ、ナイフで切る、それはそうなんですけど、なんか皆さんちょっと教えてくれたらね、僕ちょっと今からさばいていきたいなっていうふうに思うんで、はい、ちょっと今日はこれを初めて、半分に切る、居合切り、何等分割に切って皮を剥く、
スイカみたいに割ったらもう最悪でしょ。あれ、服部さん、服部さん、これ何て書いてある？皮の上部と下部をナイフ等で切ります。いや、マジで分からんっす、これ。どういう意味？やってほしいっすね、これ。どういう意味っすか、これ。等分の間隔、中身削れなくてかじる。これちょっとわけわからんコメント。なんかカニのようにハサミできるって、まあそれが一番いいっすね。ちょっとなんかむず、あの、僕ライブ配信してて携帯触れないんで、携帯でさやってるんで、あの本当やったらネットで調べて、あの切ろうと思ってたんですけど、いや普段やったらそうしますよ。けど今日は、せっかくライブを、見ていただいてる方と一緒に、はい、ちょっと生でこれをいただきたいなっていうふうに思ったんで、何も調べずにですね、はい、もうちょっとしたら、はい、これをさばいていきたいと思います。せっかくいただいたんでね、この巨大ね。お風呂に浮かべるのってユズじゃないですか。作曲の宿題をやってるので一フレーズ。これっす。これの名前入れましょう。ね。これ入れたらいいっす。ああ。ちょっと声聞きづらいかもしれないですけど、申し訳ないですね。手で持つ、口を開ける、口に入れる、飲み込む。マジでやるっすよ、それ僕、本当に。一番上の上と下の皮の部分を切ったら、残った横の皮の部分で8等分の切り込みを入れて皮を剥く。いや難しいっすね、なんか説明が。じゃあもう僕がもう思ったように切ります。はい、ちょっとわかんないんで、せっかくちょっとね言っていただいたんですけど、ちょっとなんかの僕画像とか動画がこうないとちょっとあのあかんのっすよ。教えてくれって言ったのに本当にすいません、マジで。はい、じゃあもう自分で食べるんで、もう今回はもう切り方とかじゃなくて、もう自分でいいっすか。もうごめんなさい、 いっぱい聞いたのに申し訳ないです。コメントいただくで、どう捉えるか。いやいや、服部さんすいませんね、マジで。じゃあめちゃめちゃいい文章が送ってもらった通り、僕が頭悪すぎてちょっと理解ができなかったっす。はい、わらじゃないっすよ、わら。バットで切ろうね、いいっすね。はい、まあ、これはちょっともうちょっとしたら、はい、ちょっと切っていこうかなっていうふうに、まあ、思うんですけど、そうっすね。あ、そうだ、あの明日僕てか今明日ちょっと東京で、あのてか以前なんか明日とか以前とか何回もあの言って申し訳ないですけど、先日の僕あのライブ配信で、あのツイキャスの配信者さんの TJ さんの、やられてるバーで配信、まあ、してたじゃないですか。ちょっとお酒いただいて、あの一日ゲストみたいな感じで、あの大阪でですね、あの滝の金麺のイベントを、させていただいた後に、まあ、大阪のそのモグラとゴリラさんっていうね、TJ さんが持ってるバーで、まあ、一日ゲストしたんですけど、ちょっとまた明日っすね、ちょっと急遽、はい、あの仕事で僕東京に、はい、あれなんで、モグゴリの池袋で明日やるんすよ、いきなり。いきなりですけど、なんでちょっと東京の方、明日ちょっと夜仕事終わって、
時間ある方、はい、僕、滝の池袋にいるんで、ちょっと会いに来てください。はい。モグラとゴリラの池袋店に、はい、ちょっと急遽、ゲストとして明日行くので、ぜひ、よかったら、池袋来てください、関東の方。はい。そんな感じですね。はなんでまた明日、ライブ配信はやります。はい。明日は、22時から配信をするんですけど、まあ、ちょっとさすがに配信、するんで、何か面白いネタを持っていこうかなというふうに思います。今日は、はい。ちょっとまだこんな感じですけど。またね、お時間ある方、見てください。はい。明日もね。でもこれをやっぱり、はい。切るのが、はい。仕事なんで。で、ちょっとまた、WBC ってちょっとコメントいただいてますけど、岐阜、そうそう、大垣来てくださいって今コメントありましたけど、3月、まあ、ちょっと日程ちょっとまだ確定はしないんで言えないんですけど、3月に、大垣で、WBC の、日本代表の、あれっすね、なんかパブリックみたいなやつを、居酒屋さんで、はい、やらせてもらうんですけど、ちょっとまた詳細は決まったら、はい、宮内さん、22時から池袋のモグラとゴリラっていうバーですね。はい。また大垣で居酒屋さんでやらせていただいたりとか、はい、名古屋でもちょっともう一個、はい、ご依頼いただいてするので、まあ値段的にも食事が出てきて何種類かで飲み放題で多分5,000円とかぐらいで多分入っていただけると思うので、もしバンテリンドームとか、まあ、WBC の試合行かれない方で、まあ、名古屋とか岐阜とかの方はでも見たいなって思われてる方がおられましたので、また詳細はツイッターとかインスタとか、まあ、ライブとかで言うので、ぜひよかったら一緒に見ましょう。WBC。はい。で、また。ヤクミツさん、なんで WBC ボイコットしたんですか？いや、ちょっとこれ、さばかないといけないんで、もう、合宿入れなかったっすね。まあ、そんな感じで、やってます。はい、なんとかやらせていただいております。はい。すいませんね、今日はシラフなんでね、全然おもんないですね。全然おもんない。ちょっと自分でも全然おもんないと思うっす。はい。なんか面白い話あるかな。いや、もう、動いてないんで、もうちょっとね、ちょっと食べたら太っちゃうんすよ。本当に。なんか全然眠くないです、今。はい。ヘラズクリさん、お久しぶりです。豊川ママさん、3月4日でバンテリンドーム。いいっすね。いいな。なんで、東海圏でちょっと WBC 見に行けんけど、ちょっと 行きたいな、見たいなって方は、ちょっと一緒に見ましょう、今度。はい。また詳細送ります。はい。なんであんなかっこいいんですか？いや、かっこいいっすよね、普通に、本当に。でもね、ちょっと一個だけちょっと話してもいいっすか？もう一個だけ。あーさん、沖縄キャンプ、沖縄暑いっすよね。
なんか広い、ああ長良川で試合あるんすか。なるほど。でもさっき 僕今 ごめんなさいね、喉が。ちょっと今東京で仕事ちょっとあるんで、あるっていうか、まあ打ち合わせとかがいろいろあって、僕昨日からまあ友達の家に、まあ、なんですかね、させてもらってるんですよ。で、まあ、東京今来てて、で明日もまあその東京でまあ打ち合わせとかあって、その夜にまあそのバーで配信させていただくんですけど、さっき僕友達と温泉行ったんですよね。はい、スーパー銭湯で、まあちょっと場所は言わないですけど、まあ、東京だから、で、まあ、その、なかなか、まあ、名古屋とかやったら、結構ドラゴンズファンの方とか、いてあるんで、たまに声かけていただいたりとかはあるんですけど、東京で、前も、まあ、その温泉行ったりとかしても、まあ、全然、声かけられたことなかったんですよね、今まで。で、今日サウナ入って、サウナ入って、まあ人もあんまりおらんくって、でまあまあ大きいとこやったんですけど、でサウナ入って、水風呂入るじゃないですか。はい、でも水風呂入ってわーと思って、はあと思ってたんですけど、でも水風呂上がって、まあちょっとまあ体全部がこう冷え切ってる時に、まあちょうどこうね、まあそれはお風呂やから、まあ何もね、それはタオル1枚だけ持って、まあ入るじゃないですか。で、もう それで、水風呂から出た瞬間ですよ。水風呂から出て、こう、パンパンって2歩歩いた瞬間に声かけられて、お兄さんに、滝野さんですかって、まあ言っていただいたんですけど、まあいろいろ全部の状態がちょっと調子悪い時に、はい、声かけてもらったんで、もう僕の全てを見られたっていうね。はい、ちょっと、はい。下ネタじゃないかもしれないですけど、すいません、ちょっと恥ずかしかったっていう話ですね。はい。やっぱり、なんかこんなん言う、ちょっと言葉難しいんですよ。本当はね、もっとね、はっきり言いたいんですよ。はっきり言いたいんですけど、調子が悪いって多分男性の方やったら分かると思うんですよ。分かるでしょう、男性の方。水風呂とか、寒い時ってちょっと調子悪いじゃないですか、いろいろ。分かるでしょ。そうそうそう。だから、ちょっとマジで絶不調の状態を、見られたんで、はい。まあ、ほぼ男性か。そうですね。いや、規制かからんでしょ、これは、さすがに。でも声かけていただいて、本当にありがとうございましたって感じでしたね。そうですね、リュウジさん、その通りです。はい。まあね、言葉選ぶの難しいんで、これくらいにしときますね、この話をね。はい。っていうね、ことが、さっき、今から、はい、ついにこれをさばいていこうかなと。いうふうに思います。はい、皆さんちょっといろいろ教えてください。ライブ配信で、なんか今まで喋ったりしてるとこだったんで、喋ったりしてるだけだったから、こういうねことを初めてするんですけど、ちょっとね友達の家なんで、ちょっと壁しか、まあね、プライベートなんで映せないんですけど、ちょっと今、真っ暗にして台所の方にね、台所借りるっていうことを言ってあるんで、一回ちょっと手で隠させてもらいますね。真っ暗にしますよ。ごめんなさい。
はい、今台所に移動してきました。はい、こちらですね。こちらを今からさばいていきたいと思います。ちょっとまだ板も借りてね。はい、あ、メバル職人さん、水風呂の素晴らしいお話ってありがとうございます。マジでこれを、はい、何回も言ってますけど、僕の顔よりでかいんちゃうかっていうね。僕ちょっともうちょっとね、ほっぺたがやばいんですけど、これを、はい、今からさばいていきます。はい、でちょっと包丁ですね。はい、これでいきます。はい、あれ、こうかな。どうやって切ったらいいですかこれ、マジで。手元見せて、あー手元見せた方がいいんか。ちょっと待ってくださいね。手元どうやって見せたらいいんだ。あ、もうちょっと上げたらいいんか。ごめんなさい、間違えました。見えます？ギリギリ見えるっすね。じゃあまず真ん中から真っ二つにしたらいいですか。まず頭切って、あ、頭切る、ここ切ったらいいですか。ここ、これ切りますよ。いいですか。少し目入れる。もう切るよ。よし。ここでいいですか？ OK、OK、OK、OK。よし。で、そっからどうしたらいいですか、これ。頭の部分切って、次はおへその部分の皮。おへその部分。おへそ。これか。こっち切ったら、この下を切ったらいいってことですよね。これ。はい。はい、切りました。はい、次どうしたらいいですか。ちょっと皆さん、ちょっとコメント早くください。結構いい匂いするんですよ。中をくり抜いてゼリーを入れれば、じゃ、それはゼリーなんかないっすよ、僕。横に切り目を入れ、縦に切る。どっちや？スプーンでほじくる。絶対嘘やろ、それ。縦に切っていいっすか？切れ目入れるって何すか？全部切っていいってことっすか？どういうこと？え、普通に真っ二つに切っていいってことですか。あ、真っ二つでいいんだ。本当っすね、信じますよ。焼くとか何なんですか、マジで。もう切るよ。ちゃ、加藤さん違う。軽く切り目入れる。これぐらいですか。こう。いや、マジでなんか、いろんなこと言われすぎて、マジで意味わからないんですけど、どうしたらいいですか、マジで。焼くとか言ってると思ったんです。皮だけ剥くんですか。皮が厚いから筋を入れる。皮だけ剥いた方がいい。OK。もう、ネットで調べないんですよ、今、携帯でやってるから。でかすぎる、マジで。これあだからどうやってやったらいいんだこれ。違う、ちゃうで大丈夫です。
ちゃうで、こ じゃど、ああ、じゃあもう、4等分するよ、本当に。もう無理だ。でかすぎるから。ああ。マジでもうなんかもう教えてもらって申し訳ないですけど、縦と縦切り目、あとむくねん、むくねんってどうやってむくんすか。だって食えるとこってここっすよね、ほぼ皮。もういいや、自分流でいこう。もう半分に切ろう。とりあえずちょっとこの半分置いといて、手で剥くんすか。皮めくれる。もういいや。はい、もう4等分になっちゃいました。あー、合ってます。で、あ、で、あれか。ここを、16等分までやる。あ、そういうことね。まずこう。マジで分からんす。16等分って何？あ、もうそうっすよね。初めて見る形。じゃあもう自己流でいきます。食えたらいいからもう。なんかもう白いところをもう全部切ろう。ほら、だってここ切ってもだってもう身ないもん。身あるところまでさ、切ったらいいんじゃないですか。ほら。絶対そうや。ここまでいったっす。はい、よく分からんけど、ああそういうことね。よし、これでいいっしょ。これえ、皮はいらんですよね。いいんじゃない、いいんじゃない、ごめんなさい。一回食べてみます。初めて食べるんで。はい。あ、めっちゃうまいです。これめっちゃうまい。グレープフルーツより甘いですわ。なんか、グレープフルーツと、なんか、あの、オレンジの間みたいな感じかな。はい。全然酸っぱくないですね。これちょっとどうやって切るんだこれ。
よし、もう自分で食うから、もう 手で剥いちゃいますわ。もういいんですよ、もうこれも自分で食うから、もう汚ねえとか思ってるでしょ皆さんね。これも食うわ。あ、手でいけるな。よし、ちょっと待ってください。あと3分ぐらい。はい。ああ。だってさ。別に手で取ってももう良くないですか。どうせ食うんだし、ほらうまいこと取れるっすよ。そうですね、イライラしちゃダメですね。ちゃんと食べれるのかって。素晴らしい食レポ。まあいいんじゃないですか。もうバッティングでもさ、皆さんバッティングでもどんな変な打ち方してもヒット打ったら OK でしょね。だから別に食えりゃいいんすよ。ほらどうすか。ちょっと真剣なんでね、ちょっとこう切れ目入れると、切れ目入れると取りやすいんかな。ミスったな。まあいいや。よし、よし、よし、はい。ちょっと何の配信でしたっけっていう、ちょっとお声いただいてるんで、もうこれから僕、滝のクッキングでもやろうかなっていう、はい、ふうに思ってるんで、ちょっと皆さんもお付き合いいただければ、はい。でもラスト1個だけ、ラスト1個だけ。これちょっとうまいこと取れそうなんで、はい。これいけるぞ。めちゃめちゃいい。最高、これ。最高、マジで。あ、やってる。ああ、まあ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 。よし、まあこんなもんでしょう。とりあえず皆さん待たしてるんで、はい。26歳、とりあえずね、ちょっと一旦まあ剥いたんで、あとはちょっとね、また明日やります。ちょっと皿借りようかな。お皿を借りて、はい、お皿を借りて、よいしょ、よいしょ、よし、よし。
りバンペイユ切りましたね。こんなに喋る人やと、まあ、これ今ちょっと結構あの、はい、まあこれ別に最低限できたんじゃないですか。ヘラズグジさんようやっとる。ちょっと一回、はい、あの移動します。またさっきの定位置にちょっと一瞬暗くしますんで、すいません。はい、はあ、できました。はい、こんな感じになりました。はい、どうすか。まあ、僕にしたら上出来だとは思うんですけど、はい柑橘系食いとなったわ。はい、こんな感じ。とりあえずこれで、あのめちゃくちゃでかかったバンペイユの5分の1ぐらいかな。はい、まあ僕ができるレベルはこれぐらいやったんで、ちょっとさっき一口フライングバンペイユしちゃいましたけど、はい、いただきます。柑橘系は体にいいんかな、分かんないんですけど、いただきます。まだ半分以上残ってます。うん、おいしい。ソースがあのでかさからの貴重な、うん、あ、喉にいい。あの皮に包まれてね、あの真ん中のこの身だけはもうね、もうめちゃくちゃ守られて育った身なんで知らんすけど、うん、そんなに早く喉の調子、本当は喉の調子良くなってますわ。さっきまでガラガラやったのに。いや、ちょうど良かったっすわ。うん、そうっす、バンペイユって言ったら熊本っていう今コメントいただいたんですけど、ちょっと初めからおった方は、あの見ていただいた方はちょっと申し訳ないですけど、その土日の少年野球の、おコーチ行ってる呉服屋さんがその九州出身で、で、お知り合いにいただいたらしいんですけど、それを僕がまあそれをもらったんですよね。なんでせっかくなんで、あ、平塚さん、みかん、みかんやったらいいんじゃないですか、この時間でも。はい、僕もバンペイユのおかげで喉治りましたわ、即効性。はい、薬飲むよりバンペイユ食べた方が喉調子悪い人治るかもしれんすよ。新たな発明が今日生まれました。はい、まあそれも知らんすけどね。確かに喉を治すのもギネス記録かもしれないです。うわ、落ちちゃう。すいません。本当か、美味しそうに食べれます。明日も残りいただきます。はい。ちょっと切り方下手くそすぎて種が残ってます。
っていうかちょっと自分流で切っちゃいましたけど、切り方教えてくれって言っていろいろコメントいただいて本当すいませんでした。はい、すいません、もう本当に最終的にちょっと、はい、申し訳ないですモンブランに次ぐ噛み合いは本当ですか。あっという間、全然僕がちょっと頭悪すぎて理解不足ですね、ごめんなさい本当に。あ、スプーンでほじるってもあるんだ。あ、ありがとうございます、嬉しかったっすよ。エラドグさん、イライラしてたっすかね、ちょっとゾーン入ってました僕。はい、オンとオフってやつっすよ、オンとオフ。うん、ナイススパス、本当にありがとうございます。またお会いしましょう。あ、ほじるときは横に切るんですね。あ、ご飯じゃないです、ご飯じゃないです、フルーツです、睡眠前の健康的には晩あの就寝前にバンペイユっていうね、流行ってるらしいです。はい、あ、こんばんは。バンペイユを食べると喉が治るってちょっとただ喋るだけやったらおもんないんでちょっとこれからはちょっとライブまあ面白いことだったら喋りますけど、はい、ちょっとまた治ってないかもしれないですね。あ、作曲終わった、お疲れ様です。あ、こんばんは、ともともさん。ちょっと料理ライブマジでやろうかなと思うんで、はい、皆さんまたよかったら次回の参考、ちょっとこれ見返しておきますね、ありがとうございます。あ、カズさんうまい、バンだからバンペイユね。プラセボ効果って何すか。今度はコロッケ作ります。トマトは絶対嫌、結構美味しくないですもん。プラシーボ、わかんないですね。ごちそうさまでした皆さんちょっと今日の僕の果物を切ってるのを見て、こいつ絶対料理できひんやろって思ってるでしょう、絶対。ピザソースは大丈夫です、絶対こいつ料理、コロッケなんかまずじゃがいもから潰すところ分かってるってぐらい、まあそれは分かるかね、思ってると思うんで加藤さん、うんっていや、コロッケはさすがにこの夜中配信したらちょっと僕ちょっとね恨まれると思うんだよ。唐揚げに切るわけだ、すげえ。まあ思うんで、ちょっとね汚名返上の方をしていきたいなと思います。はい、まあできるかできひんかは分かんないですけど、いずれとも無理っす、もう売ってるやつ
包丁さばきの思い切りが良かった、大食い感じになる。あ、なんかさ、あの僕、まあ、YouTube せっかくやってるんで、なんかいろんな YouTuber が一通り、平塚さんありがとうございます、なんか一通りこうやったちょっとしょうもない企画とかあるじゃないですか、はい、なんかご飯に関してのそういうのをちょっとライブで今後やっていけたら面白いかなって思いました。はい、餃子もいいですね。カズさん地元できんってなんすか。OB の料理コラボはちょっと むずいですよね。まず一つ一人で僕がどれぐらいできるのかっていうのをね、はい、皆さんに、はい、見てもらいたいなというふうに思う。あ、たこ焼きもいいですね。たこ焼き器あるっすよ。じゃあ一人たこパでもしましょうかね。で、皆さんとちょっと、じゃあ皆さんたこ焼き器あります？じゃあ僕がライブ配信でたこ焼きやるとき皆さんも家でたこ焼きしてくださいよ。はい、それ面白いじゃないですか。ある人は僕がタコパで一人タコパするんで、でその一人タコパやってる間に家で皆さんはたこ焼き作るってね、同時進行みたいな、面白くないですか。はい、まあ、僕はこれ、まあ、具材とかでも具材とか先にね、あれっすよね。まあでもいいじゃないですか。まあ、コメントとかで、じゃあ誰々さんは、なんか何入れてるとか、たこ焼き、ね、たこ以外にも、なんかたこパとかだったらなんか入れるじゃないですか。ウインナーとか。ね、入れるじゃないですか。だからなんか珍しいもんとか、あ、こんなん入れてるんだとか、はい、あると思うんで、はい、ちょっと、まあ滝のクッキングを、滝のクッキングはもうライブ配信限定でやるんで、はい、ライブ、まあちょっとある程度それやって、じゃあ次回は、じゃあ、タコパで、みたいな感じでやって面白くないですか。はい。なんでもありっす。はい。なんで、ちょっと、まあ僕、あれなんですよね、夕方とか夕方からちょっと僕子供たちに平日影響してるんで、配信できても普通のクッキング自体はまあ僕が勝手にやるだけなんで、まあ10時ぐらい、夜の10時ぐらいからの配信になっちゃうんですけど、まあタコパとかはまあ土曜日とか日曜日とかの夕方ぐらい、まあ6時とかぐらいから、まあ、できたら面白いかなっていうふうになんかふと思ったんで、なんかこの配信もちょっと、まあ普通に YouTube の動画は3日に1回か4日に1回、はい、上げてはいますけど、はい、あ、いいっすね、たこ焼き食いながら野球観戦いいっすね。はい、まあ、そんな感じでちょっと今後の、はい、僕の YouTube のチャンネルは、はい、ライブ配信は、まあ、ただ喋るだけじゃなくて、はい、料理とかそっち系に、まあ野球始まったらね、シーズン始まったらそうやって配信しながら、まあ僕なりのなんか、まあ、解説っていう解説もできないですけど、なんか言えますけど、まあそういうところを今言った感じのことをちょっとできたらなっていうふうに思うんで、はい、ちょっとイラつく滝の、あ、生ハムだったらいいんじゃないですか。福田さん全然大丈夫です、この時間でも。あ、コメさんありがとうございます。まあ掃除の仕事もそうっすよ、入ります。でもまあ夜だったら配信できるんで、ちょっと暇な時っていうか、まあ普通に家でご飯を今後作るであろう時間を頑張って、まあ、食べて帰るんじゃなくて、ひろしさん、明日僕ライブ配信来ますよ、リコちゃん。はい、
あのアシスタントって言ってた子来るんで、まあ明日僕一人じゃなくて明日の配信はちょっと、はい、リコちゃん来ます。でまあ基本的には僕一人なんで、皆さんにちょっと楽しんでいただけるような配信にこれからは、はい、もう喋っててもちょっとねあれなんでね、そういう配信もまあもっともっと素の僕を見ていただけたらいいかなと思います。はいそんな感じで僕が明日またちょっと、はい、明日ちょっと途中でまあ前半に言ったんですけど、明日もう明日は料理、あーごめんなさい、ちょっとフォークガシャンやっちゃいました、すいません。はい、まあ仕切り直しまして、明日を、明日をじゃないや、明日は料理ライブはできないですけど、明日は夜の10時からまた配信するんで、ぜひよかったら見てください。でまたそれ以降の平日は、はい、できるだけ、素はめっちゃいい人すぎて、なんか僕悪いことしましたはい、ではそんな感じで明日また配信するんで、またよかったらお時間ある方見てください。それ以降の配信は、はい、そういうご飯系の配信もちょくちょく取り入れたいと思うので、皆さんもう1時なんで、はい、寝ましょう。はい、皆さんありがとうございます。コメントも生きてます、大丈夫です、なんとか。はい、じゃあまた明日も、明日じゃない、今日ですね、日付変わったんで今日また、夜の22時からお会いしましょう。皆さんすいません、夜遅くまでありがとうございました。いっぱいコメントいただいて、はい、切り方も教えてもらってありがとうございます。ではまた、おやすみなさい。